はい、それではただいまよりストリートファイター3サードストライク、一人2オンツ変則早稲田式の大会を始めたいと思います。 1P 側マッチョドラゴンさん対 2P 側、伝説さん。マッチョドラゴンさん先方はチュンリー、伝説さん先方はマコトとなります。開幕、マコト側が少しずつ上から攻めていってブロから一気に画面端に押し込んでいくが、ゲンキックで返す、しっかり止めてワンブロからしっかり返していく。お互いワンブロ見逃さない。投げてスライド投げ、画面端に押し込む、しっかり確認、包囲力まで叩き込んで、まずはマッチョドラゴンさんが先制で1本。しっかり聖地まで入れていく。開幕早々と5割を奪う。落として小さで逃げる、スライド投げ、投げ前が広い、もう一度投げる、バラしてしまった、しっかり見逃さず中足攻撃まで入れて先制で勝利。さあ2本目、 1P 側マッチョドラゴンさんはユリアン、対して 2P 側伝説さんはダッドリー。冷静はユリアンはおなじみエイジスリフレクターに対してダッドリーはコーク。さあお互い牽制しつつ画面端に押し込んでいく。カニバン、小回し、ショーツインからしっかりダートまで行った、コークですね、まで入れて一気に体力を奪っていく。タックルが潰されてしまう、苦しい、打ち上げからしっかりリズム見えていた、下から打ち上げてタックルチョップ、投げはしっかりグラップ、押し戻してリズムを張る、デリブルから打ち上げタックルチョップ、一気に体力を奪い返す、ワンブロから中盤コーク、しっかりと殺しきって一本先制。さあお互いゲージが一本ある状態、先に仕掛けたのはユリアン、テーブルに合って一気に6割7割どんどん体力を奪っていく。さあショッシングしっかり見ていた、投げて1本キープしたままゲージも半分以上回収して取り返してリーチをかけていく。ワンプロから打ち上げてゲージマックス張っていく、コークで暴れていた、ダートからコークしっかりつないで奥攻め、ダートしっかり見えている、打ち上げるも繋がらないと判断したのが PA で相手を遠ざけてタックルからエース張っていく、押し込んで待っていた、張っていく、リーパーしっかり見えている、投げて押し込んでいく、3枚目カウンターにゲージがない、下ブロから打ち上げストレートでマッチョドラゴンさんが勝利。次の試合 1P 側アブさん対して 2P 側はアオイさん。さあ始めてください。さあキャラ選択はどうするか。2P 側は葵さん、先方は誠、対して 1P 側阿部さんはやはりチューリー。
衛星は砲翼戦隊土佐の実、力強い。さあ開幕はチュンリーの中足が鬱陶しい。どんどん刺さっていく。カラクサダイビー EX サイド押し込んでいく。オラシは届かず、足元で勝って中盤持続長い。さあ一本溜まっている。カラクサは許さない。大々で押される。投げて画面端を押し返し返すって、さっとする。発見がうざい。押し込んでいった。投げる。奥攻めはしっかり回避。さあどうするお互い。見逃さず投げる。おろしは逃げるが捕まってしまった。 EX おろしチープ、ものすごい削り。投げてカラクサで暴れていた。ダイビー、トーサーまでつなぐ。コンボは吹き上げ、まさかのバックハイジャン。スタンチを一気に稼ぐんを足払い4つ、しっかりグラップ。誘われてしまった。まさかの PA、 なんだこれは。ハッケーから暴力、おいしい。ここに来て謎の名前プレイ、勝ちを逃してしまうのか。前出しカラクサ力強い。ダイビー、ああやってもうこぼしてしまう。さあ2回の勝ち試合をまた掴んだ。力強くいって先方勝利。2回のナメプレイをしながらも見事勝利。サービスというやつですか。さあ2本目、イーブ期待ユリアン。さあアブさん、雪辱を晴らすことができるか。ユリアン衛星はエイジス、アイランドで荒らしに来るかと思いましたが飛びを許さない。謎のスリア、しかも溜めてしまう。落として台形が強い。さあ固めていく、固めていく。画面端で食らってしまった。投げて、中足が強い。下風呂取るか。コパンは遠い。残り2度とぐらいか。投げてコパン中足しっかり差し返して先制。さあゲージ状況的にはユリオンを一発捕まえてしまえばワンチャン見える。一気に画面端、誘われてしまった。 DX 作戦間に合わないんですね。あの高さちょっとライダーが早かったか。さあ苦しい。残り1割、落とされてしまう。削られるか。削り切って一気に落として勝利。さあキャラ相性があるこの組み合わせ、3本戦お互いどちらのキャラを出してくるのか。マコト対イブキ、持ちキャラのイブキを置いてきた。ハヤテが出ない。めくりからしっかり3段 TC までつないで、さあ早くも4割、一気にダメージを奪っていく。ダッシュを許さない。
バラしてしまった。さあ苦しい、一気に体力奪われる。空中投げはしっかり逃げる。しかしゼロドット、どうする、食らい、ガードしてしまっていたチーム。先制で一本取ってリーチをかけていく。カラクサは読んでいた、強欲にカラクサまで行くが捕まらず、出し投げはしっかりグラップ。さあ一本溜まっている。遠かった、中足からつむじまでしっかりつないで画面端投げる。投げ前が遠い、中盤行くさえで聖中のこぼれか、しっかりグラップ。さあ一気に持ってって、オラシマガードものすごい削り削り殺されるかと思わせたが、さあ取り返して最終戦。マクト側はゲージが早くも溜まりそう、ワンチャンで持っていけるが、ダッシュを落とす、近づくことを許さない。くらいで止めて、めくり一気に画面端に追い込みながら投げる。さあ残り1割、はい、入力の音は聞こえていたが危ない、出なかった、中足からが繋がらない。早手はやりすぎか、残り0ドット。さあどうする、プロティーだ、カラクサ早すぎる、バラしてしまった。アハブさん見事冷静に勝利。さあ次の試合、 1P 側ライアンさん対 2P 側、あ俺か、自分ですね。じゃあ自分が 2P 側ですね。うわー初戦敗退しそう。では始めたいと思います。今回は MC はなしですね。はい、じゃあ実況変わりまして、先ほど負けた葵がやらせていただきます。1P 側が、ロスからの、参加者のライアン、2P 側が店員の松原さんのユリア、同キャラ戦。さあ開幕できないのが刺さっていきなり画面端からエイジス、なんとかしのいで押し返していきたいが、もう一枚エイスが来てしっかりガードするも耐え合える。リバーサヘッドからサイズキックがちゃんとガード、しかしタッチキックはガードできずに、リンさんがゲージを1本持ったままセカンドラウンドへ。さあ、タックルからもう一丁、タックルタックル、これおいしい、出る裏見えていた。さあ起死回生の肘からガーフ、ガーフ取れずに肘、肘は横からも、さあもう一枚エース、投げ返す、こりゃおいしいか、陣取りゲーが激しい。アクセルからナンバーワリー、投げしっかりグラップして前ジャンプヘッド、ガーフしっかりガード。さあチタブロを狙うも、さあブロタックルが決まって、次の組み合わせ無理無理と鳴き声を言っている鳴き声を言っているが、はい、じゃあ2キャラ戦目お願いします。さあ 1P 側ライアンのチュンリー、 2P 側がリンさんの9、ああまあこれダイヤ的に5分ですかね。
まあ、いろんな芸がすごい、まあ、似てるんでね、多分ゴーでしょ、これ。さあ、硬くなっていく。それしかできないんです。硬く鳴らせまいと開幕からガリガリ削っていく。さあ、早く一本倒ってしまった。移動投げ。試合刺さって、攻略。残り2割。タッチ打ち食っていく。なんとか押し返したい。移動投げ。大丈夫だよ。まだまだあるよ。さあ、ひっくり返して。もう一丁投げ。レバー大キック。投げから。しっかりブロードールも。このまま終わらせたくない。お互いゲージを一本持って、セカンドラウンドへ。移動投げ、しっかり投げていく。画面端、さあ、チュア勝負決まって。早くも、終わり。ふみふみ。ブローテイクも投げられない。我慢していく。さあ、じりじりと移動投げが主なダメージソースになっていくが、さあ、移動投げ中足から逃げしゃくれつ、そして投げ、どうにもできないこの組み合わせ。さあ、勝利したのはワンピー側のライアン。はい、めでたく一戦落ちということでね、店員さん。いやー、無理っすよ、これ。はい、では次行きましょう。ワンピー側は、ヘボリューさん。対して、スーピー側、シャボテンさんですね。さあ、ワンピーガー、ヘボリューさんはケン、ツーピーガーは対するはゴキ。さあ、グラップはしっかり取っていって、リエクサード投げて、残り1割めぐりをしっかりダイビーで落として、まずはヘボリオさんの剣が先制。めぐりは許さない。投げて、シュワシュハード。画面端、ここで返して、コマクはしっかり確認、陣内まで入れて、置き攻めが、投げ。投げ返して、さあ、DX 昇竜、待っていたと言わんばかり。投げて、先制で一気に、畳みかけて、2キャラ目の試合に持っていく。さあ、次の試合、龍対龍、お互い SA はシックハード、もはや灼熱と言わんばかりですか。足払い、足払い、強く攻めに行く。ダイビーハード、足払いには足払いでしっかり岩さで返していく。一気に体力の7割、8割か、苦しい。足払い、一気に詰めていく。投げて、波動で固めていく。残り0ドット、最後まで波動拳。さあ、波動固めが強い。竜巻まで出してしまった。裏回りはしっかり反応。投
上げて亀山に押し返していく、ブロって余談速度を返す、さらに裏回りスタンして、一気に勝負を決めていって、ケーボリューさんに至って一気に先に勝ち進んでいきました。では次下のブロックに行きまして、 1P 側ロシヒカリさん対 2P 側ロンモホさんですね。ワンピー側ロシヒカリさん Q に対して、ツーピー側ロンモーさんはユリアン。突進が開幕刺さる、2回目の突進捕獲、 DX 突進大 K PA までつないでいく、2回目の PA 体力的に有利がある、今のうちに PA を決めて楽な立場になることを選んだ。フェイスを置いてテリブラしっかりガード、2刺さってしまった、ブロールが打ち上げが入らない、ゲージが足りない、連続までしっかり決めて殺し切って、ロシヒカリさんの Q が先制で1本。チョップで止められてしまう、突進、さあ体型が強い、ゲージがユリアン側がマックス、さあワンチャンで持っていけるか、先にアタック押し込んでいく、2枚目、さあ手前になりきらず壊して相手を押し返して難なくするか、ブロールガーシャの道端押していく、3枚目しっかりガード、2位また刺さってしまう、投げて取り返して 1-1、 届かなかった、赤ブロー狙っていたが取れなかったが、本格から突進突進 BA、 ジャンプ読みはしっかりガード、苦しい体力が一気に奪われていく、残り1割、さあどうする、捕まえきれれば1本半ある、なんとかなるか、捕まえた、エイス張って止められてしまう、しかし投げる、暴れていた、大き攻めの中盤に連突を刺して、ロシヒカリさんの Q が先制勝利。2本目ヤン対オロ、 SA は天心と天狗、さあオロがちまちまショッカイを出していく、投げていく、相打ち、珍しい相打ちのように見えるんですが、 DX ソロで押し込んで、体力的に非常に苦しい、さあどうする、最後まで投入でしっかり固めてチップ削り切りました。しかしオロ側もゲージが溜まって捕まえることができれば、裏回り DX をニアンまで暴れている、大剣裏になってしまった、ピンチウピーが垂らす、中足で押し返す、空中中キックから金チューピー、何か技が出ていたのか、チューピーで狩られて取り返して 1-1、 中足リーチが長い、中
長少年アンマーから石を置いていた。さあ捕まえる。長い時間をかけてところで固めて天狗を放出して残り1割。苦しい中足から EX 道路しっかりつないでローシッカリさんが勝利。次の試合、ワンピー側もちさん対スーピー側タナさん、お願いします。さあ、ワンピー側おじさんは先制で剣、対してナナさんはアレク。足払いに届かない間合いでのチラシ、振られてもさほど怖くない。掴んで油を読んでいたが安い。しっかりグラップ取って中大中央ブロって固めていく。スライド投げ若干遠かったか。足払い、そこはしっかりグラップ取って投げて画面端に押し返していく。しっかり下ブロー読んでいた。中足から EX ブラスショックまでつないで一気にとどめを刺して4目。中大波動陣雷、先制で陣雷を刺していき裏回り、また画面端に返していく。じりじりと昇竜で返して中大昇竜、一気に体力奪って残り1割。怖がらがらまさかの昇竜、上りブロー押し込んで逃げていく。足払いで返して中足取り返して1-1でお互いゲージはほぼマックス。ワンチャン確認しっかりを決めた方が一気に勝利を手にするが、リープからまずは1本目決めたと言わんばかりの陣雷。投げて中段投げる投げる。足払い読んでいた。さあどうなる。見えている。しっかり戻りに陣雷を刺して画面端リップ下りにヒットするも投げ暴れてしまう。2回目の暴れ勝利。どうせ出すなら大昇竜だったか。さあ先制でタナさんのアレクが勝利して2本目。さあタナさんも俺と同じ苦労を味わうか。9対中に青井さん曰く五分ということなので、まあ勝機はあるかもしれません。まあ、ちなみにもちさん一度俺の9に負けているというね。さあ PA は許さない場合で俺との試合で PA させないことを学んだか。さあ捕獲は許さない。裏回りから膝、早くも残りちょっと。さあどうする。果敢にも飛び込んだが投げられ返してしまう。さあ砲翼が早くも溜まりそうな状態で2本目開幕 PA。取られてしまった。中足から砲翼しっかり入れて中盤どんどん固めていく。ダッシュは許さない。ハッケーで固めていく。まさかの捕獲。投げてしっかりグラップ突進バレディだ。
ケージが溜まってしまう。さあどうする。ダイビーが入っていたが投げて膝からしっかり包囲確認。やはり無理だったか。さあ取り返して 1-1 最終戦。チュンリー対アレク、お互い持ちキャラを出してくる。しかしチュンリーアレク非常にアレク苦しい。ハッケー平白です。中盤がハッケーに潰されちまう。中はしっかり確認、防御まで入れて百裂のキャンセルはできなかったが、中は遅らせ百裂チープ。もちさんのチュンリーが先制で1本取ってリーチ。スラッシュチョップがしゃがんでいるとスカってしまう。足払い力強い。2回目さあどうする。非常に苦しい前出しからパワーボム。中はしっかり確認、強欲つないで打ちっぱい。さあ2本目が溜まってしまう。1回の確認で終わってしまう体力だが、さあどうする。ダッシュは許さない。スカリからパワーボム掴んで、先ほどと同じは通用しないとしっかりガード。スカリからパワーボム、残り1枚ショットゼロドットしっかり削って取り返して 1-1。さあお互い削り殺し。ダイピリ返す、接近は許さない。チュはしっかり確認、2回目ってなかった。さあ命拾いができたアレク、2回目はバレていた。中足から砲翼、おいしい、またもミス。投げて、ガメガジ許さない、しっかり確認、レイドまで繋いで足りた、見事勝利。見事な逆転でした。次の試合、1P 側、ニートさん対 2P 側、うのさん、お願いいたします。では、どうぞ始めてください。スーピー側、宇野さんは剣を先行。ワンピー側、ニートさんはユリアン先行。さあしっかり下ブロ取ってヘッドスカシから投げてテリブル DX ヘッド、タックルタックル読んでいた、打ち上げてタックルタックル、チョップが入らずしっかりグラップ逃げていく、捕まってしまってゼロドット試すいや。さあ2本目開幕 EX ヘッド、大タックル力強い、投げてイズに跳ね返ってヘッド、早くも掴んで6割、一気に体力を奪っていく。ダッシュから投げ
投げていく。しっかりクラップ。中盤確認できなかったか。画面端から脱出させてしまうが、さあ、どうする。一文字でヘッドを潰しに行っていったが、EX が早い。残り0ドット。下がって投げ引きに壊し。ニートさんのユリアが2打点で先制勝利。さあ2本目、キャラはなんとショーンです。ショーン・イブキン、これはまた珍しいカードというか、まあショーンが出てきてる時点で全ての組み合わせが珍しいカードになっちゃったりするんですけども、お互い投げ前が狭い。さあ DC がなかなかの強さを誇っているが、よくてしっかりグラップ、グラップ波動バースト、まさかのヒット。しっかりグラップ取って、さあ EX 少ないよ、落としていく、投げてボール、中強 DC 入れるか、使っちまう、投げて苦しい、残り0ドットだったが、見事イブキが勝利して、大大昇竜の猛者は見えていたが潰されてしまう。スザクまでしっかり固めて、DX 勝利からハドバー、ボール置いていたがまさかボールに食らいに行ってしまう。さあグラップ取って、足払いにおつかりが痛いし、しゃがみヒット DX 勝利、上りを許さない、投げて、さあ上り1割、さあ立ってしまう、投げれない、足払いが刺さって、いぶきが煮立てして取り返して最終戦。さあ最終戦、お互いどちらのキャラを出してくるのか。ワンピー側ニートさんはユリアン、ツービー側宇野さんはイブキ。さあ苦しい組み合わせか、これは。ユリアン側がどれだけイブキの牽制を食っていけるか。グラップ取って、さあ一見いい感じに押し引きしているように見えますが、イブキのゲージ状況がどんどん溜まっていく。おっとブロっていたが、次がだからず、まさかの暴れ、組み折り、力強い、刺さってしまった。しかしユリアン側ゲージがない、 EX 側にちょっと吐きすぎたか、投げて、さあいい武器も体力的に苦しい、しっかりガードしてクラップ、 EX サクル読んでいたか、サイズを壊して潰す、上り台形、先制でニートさんのユリアンがリーチをかけてエイズを一本キープしたまま捕まえれば、タックルからエイズを吐いて逆に投げてしまう、画面端、足払い、エイズを張ってダッシュ投げ、めくるがエイジスとは重なっていない、めくりから中足ライダーしっかり確認、ヘッドで落として、さあ
ユニオンが投げてゲージが溜まっている。サイズタックルからエイスを入力していたがタックルが刺さってニートさんの勝利。次の試合、1P 側テッチさん対 2P 側マヨンさん、お願いします。2P 側マヨンさんは先制で、チュンリーテッツさんは開幕ユン、ハッケー1回目のゲージ掴んで小木接触中継、小木中へ入らず投げる、裏回りしっかり膝ワンブロ膝、膝渡るも砲翼が出ず離していた、ブロられても砲翼。さあ2本目、中盤中盤壊ししっかり目押しを全部つないで剣矢陣掴む、2勝旋風旋風旋風とつないで攻撃から打開が最速で出なかった、膝当たるも確認しきれず苦しい、コーパーターゲットからしっかり落とさず繋いでいく、鉄弾が出なかった、大剣の光をしっかり見ていてシャーミチはステッションまで決めて取り返して 1-1。 さあゲージ状況的にはユン側はちょっと苦しいが1本半捕まってしまうと苦しいことになる、投げられて5番ターゲット2回目、全部項目が入らずしっかり確認、攻撃まで入れて投げ、飛びを許さず大ピーリーチが長い、落としていく2回目、2回目の中盤目押しがつながっていなかった、ブロって調子先生でチュンリーで勝利を収めに行く。さあ2本目、 1P 側テッツさんはチュンリー、 2P 側マヨンさんはケン、足払い、ゲージがない今のうちに足払いで極力ダメージを稼いでいくか、投げる、さあ EX アド強気の選択、ブローラーレールも一泊置いて中足しっかり保育入れて倒しきれず離してしまった、投げで倒してテッツさんが先制、タイム大ピーしゃがみぐらい結構減る、足払いから離してしまう、さあしっかり砲翼まで決めて、早くも7割8割苦しい、さあどうする、ブロられている、スライド投げ、投げ前が長い、ダッシュ100列はきつい、さあ一本溜まってしまう、1回の確認で足りてしまうか、スカシカルグラップ中足刺さってしっかり砲翼まで確認、2立ってで最終戦に持ち込みます。やった、
Welcome to the world of street fighting. The game of the battles. Well, I got to speak to さあ、2P 側、マヨンさんはチュンリーを選択。 1P 側、テチさんはチュンリー。チュンチュンですね。ハッケに中央手を刺してダイビー。中央足どんどん刺していく。ハッキーの戻り見逃さなかった。中足砲翼しっかり入れて一気に9割。一瞬です。押し切って勝負を決めていく。先制でテツさんがリーチをかけてハサン投げて、ジャスアサールが確認しきれず、お互いさあ2回目で見逃さない。中足からしっかり砲翼入れてさあテツさん、ちょっとなんか自分自身で疑問な顔していました。百列だったのか。膝で勝利。さて、こちらのブロックなんですけども、実は人数が1人端数になっていまして、ここにシードが組まれているので連戦になりますが、テチさんこちらでもう1本やろうと思います。2P 側タムさんお願いいたします。1P 側テチさんがチュンリーユンに対して、タムさんはユリアンネクロということですね。では始めてください。お願いします。テチさん先方はユン、対してタムさんは先方ユリアン。ライがしっかりブロッキング、中盤に返してチョップ。前方転身は許さない。フォアタックル、一気に体力を奪う。幻影陣発動、さあ見逃さない。中盤2勝までしっかり入れて、中盤ターゲットハマっている。2回目掴んで2勝。テツさん旋風旋風旋風、中足落として、タックルが刺さってしまう。大タックルまでつないで見逃さず、タムさんが先制で1本。大タックルリバーサルでしっかり反撃を入れていく。早くも溜まっている。空中ターゲットが強い。打開が入らず、めくりはしっかり反応。さあ苦しい。体力を一気に奪われてしまう。スンピアから足払いがちょっと早かったか。打ち上げてタックル、タックル入らず、 EX2 勝。絶勝までしっかり入れて、投げは許さない。しかしここからじゃ繋がらない。固める固める、どんどん固めて取り返して 1-1。 ファイナルラウンド、ゴーフォーイッ。しっかりグラップ、開幕はチョップが刺さる。しゃがみヒット痛い。さあチョップが力強い。前方転身2勝が出ず、刺さっている。タックルまで入れて取れていなかった。しっかりブロって抜ける。さあお互いゲージを溜めつつ、ユンが攻めてきた。5番 TC から幻影陣2勝。落とすが補正切りには失敗したものの、しっかり掴んでブロって打開まで入れる。幻影陣さあ決めることができるか。
つかねえでしょ。決断ステップステップ、しっかり見ていた。ダメージと幻影陣のゲージをしっかり相談して、見事差し切って勝利。では気を取り直して、チュンリー対ネクロ。マイマスファング、中足を刺していきたい。さあ苦しい、チュンリーの攻撃に押されてしまう。ストライド投げ、押し返して、さあどうする。ネクロ側は非常に苦しい展開になってしまう。ドリルに上り足ショーかな、かけて、さあ2本目、投げていく、パッケーが刺さる、痛い、見逃さない。リバーサーフォーよくしっかり入れて投げる。さあ残り1割、投げる。非常に苦しい組み合わせとなりました。デッチさん勝ち進んで見事勝利。はい、では次の対戦、 1P 側マッチョドラゴンさん対 2P 側アブさんとなります。はい、お願いします。さあ、キャラ選択の時点ですね、駆け引きが始まっているのか。お互いキャラを選んでは対抗するキャラ出していく。マッチョドラゴンさん、チュンリー対してアブさんもチュンリー、チュンリー対決。ダイピンが刺さっていく、ハザンしっかりブロって膝、ダイピンをブロール、しっかりブロってダウンを奪う、しっかりグラップ取ってスコムグラップ、しっかり確認、パス当たったものから包囲を入れて画面端、しっかりグラップ、2回目も掴んでいく、掴んでコーパンしっかりブロって中足包囲。さあライフ的にはお互い死しけない、ダッシュに発揮を刺す。発揮機構砲翼しっかり確認して、大大百裂追撃を許さない。破産飛びは膝で落として投げる、投げて画面端に押し返していく、逃げを許さない、中足を刺して一気に勝負を決めて取り返して 1-1。 ファイナルラウンド、ハザン中足が触っている、しっかり確認して大大投げる、投げる投げる、ハッケが触ってスライド投げ、一気に体力を奪われてしまう、中足が刺さってマッチョドラゴンさん先制で勝利。さあ、ユーリアン対イブキ、エッセイはエイジェス対カスミスワク。
タックル、内側から PA 攻撃を上げて、膝をしっかり確認、内側足を刺していく、タックルが止められてしまう、中足が強い、さあユリアンガンを掴めばワンチャンあるが、中足が刺さっていく、ユリアンのダッシュを許さない、非常に高性能なこの中足、足払い、エイスアテック、タックルからエイスの張っていく、逃げを読んでいたが、伊吹側は暴れず、ワンブローから投げ、足払いすら負けてしまう、霞まで打って打ち上げ、捕まえたエイジスからリーパーしっかり見えている、打ち上げて、さあ2回目、しっかり中段見て立つ、ガーめくりに打ち上げておかけられ逃がさず取り返して、1-1、ワンブローから打ち上げタックル、エイスを張ってデリブル、タックル、タックル、タックルを狙っていったがです、打ち上げてタックル、タックルが入らずデリブル、一気に決めていった、マッチョドラゴンさんが立って、さあ次の試合、ワンピー側ライアンさん対ツーピー側エボリューさん、よろしくお願いします。さあワンピー側ライアンさんはチュンリー、対してレボリューさんはケン、ダイビー投げて、しっかりグラップ、 EX サードまで仕込んでいる、落として EX サードまで入れる、膝をしっかり確認、強力まで入れて、大大ゼロドット中足、ライアンさんのチュンリーが先制、あっ大 P が当たって、かけっこ砲翼しっかり確認、ここはしっかり確認、陣内までいる、画面端 PA からグラップ、画面端から丁寧に脱出、投げ返して足払い、ペケが当たらず、中足のスカリにチュンリーの中足が刺さる、ライアンさんのチュンリーが2タで先制、2戦目、ユーリアン対リュウ、劣勢はエイジェス対シンクハード、ハードで固めていく、バックスで投げを許さない、プロテック灼熱、灼
烈で押していく。さあ波動拳が強い。投げて玉で押し込んでいく。ダッシュ許さない。チュープ Go! ダッシュを灼熱で潰していく。足払い、灼熱をどんどん置いていく。勝利は割れ、追撃を許さない。エイスを張って昇竜ニードを上りに刺さる。逃げ手は強い。足払いへ、そこはしっかりグラップ。タッチ中盤、昇竜までブロって、打ち合いからタックエース、タックル2回目が出ない。しかし2回目を張る。しっかり見ている。投げて、竜巻、ヘッドを待っていた。投げ返して、さあヘボリューさん取り返して1-1。We await your return, warrior. Welcome to the world of Street Fighter 3. さあキャラはライアンさんはチュンリーを選択。ヘオリオさんは、リュウ。SA はシンクハド。チラシを戻りに足場を刺していく。足払い、足払い、投げつけにシュワシックス SGGK か。さあ画面端を押し返す。竜巻暴れ、ヘボリューさんが先制で一本リーチをかけていく。投げて EX 昇竜、下ブロ取っていったが EX 上段速度が出ない。足払いで投げる、固めていく、投げてリープから昇竜、しっかり暴れていた。エボリューさんが2立て見事勝利。次の試合 1P 側ロシヒカリさん対 2P 側タナさん。さあ 1P 側ロシヒカリさん先方は Q2P 側タナさんはアレク。投げて、投げる、投げ返して画面端に押し込んでいく。投げる投げる、リップからスカリからしっかりパワーボム、ヘッドバットしっかりガード飛びが刺さってしまい連突まで許してしまう。しっかり捕獲コンボを決めて押し返してるワシヒカリさんの球が先制一本。さあゲージを貯めながら突進で刺したいが中盤が前ダッシュに連突で暴れていた。 PA2 回、3回目中盤入れるも X2 が出ないか。サイクル捕獲、突進突進、4回目の PA 一気に勝負を決める。
さあ、さあ、9対4。衛星は福部対星。はい、ヤンがやりたい放題やってしまうのか、Q がそれを許さないか。早くも精がたまる。捕まったら出てしまうが、灯籠がきつい。ディープから壊し EX 灯籠、まさかのパターン、追撃ができてしまう。精固めて固めて、アマチュアだな。さあ非常に苦しい旧側、どう対応するか。ヒエは許さない。投げて投げる、ピンタ制圧をクイックさんにしっかり取っている。なぞ精がちょっと残っていたか。前方転身、ピンチ受け、キックスタンディングが取れていない。さあ腹部で暴れていたが誘われたか。ピンチ受け、ドロー大ピー、一気に詰めて見立てで勝利。ロシヒカリ参加して進みました。次の試合、1P 側、ミートさん対 2P 側、テッチさん。お願いいたします。どうぞ、始めてください。さあ、ワンピー側ニートさんは相手のキャラを見てからか、ツーピー側テッチさんはどちらを出すか。タイムアップはユン、そしてニートさんはユリアン。お互い牽制しつつ大ダメージは許さない。赤風呂ミスか、投げていた、しか寄らず。タックル投げて、さあ幻影陣前方転身2勝、テスター中盤2勝、しっかり決めてフロー、打開が決まってしまう。幻影陣暴れを許さない、しっかり固めていく。さあゼロット中足がダッシュに刺さってしまい、テッツさんのユンが先制処理。タックル、空中ヒット、大タックル、中タックル、チョップ、早くも5割、6割、投げて、もう一度投げる、プロから迷ってはいなかったが、チョップゲージを温存しきって、さあ最終戦開幕ダッシュ投げから EX タックルが入っている。上げてセッションまで繋いで画面端から端へ運ぶ、大タックル暴れを待っていたか。さあ浮いてしまう、端に押し込んで幻影陣ウイズ、
竜、そこは見逃さない。幻影陣浮いてしまった。足りてしまう。テッツさんのユンが先制処理。投げる。大Pが強い。投げる。押し込んで。ジャンパー許さない。投げて。しっかりブロールも。チュンリーは間で逃げてしまう。ダッシュに大Pが刺さってゲージマックス。非常に苦しい状態で、日本2戦目。ワンブロから膝砲翼しゃがみぐらい哀れリーダー投げて、そこしっかりグラップ昇竜。砲翼が出ず、ここはしっかり確認。ハードバーストまで入れて投げる。残り一度と、さあどうする。確認されたら非常に足りてしまうが、ダッシュから投げ取り返して 1-1。 しっかりグラブ取って投げる。さあまさかのハードバー。普通にガードしてリーバーサーで砲翼。リーバー読んでいた。投げてしっかりグラップ。ワンブロから画面端に押し返す DX 醤油。ドラゴンスマッシュがなかなか機能している。さあちましまとゲージを稼ぐ。しっかり確認。膝から砲翼を決めて、鉄さんが勝利。You win. さあ、ここからは準決勝ですね。1P 側マッチョドラゴンさん対 2P 側ヘボリューさん、よろしくお願いします。マッチョドラゴンさん先生はユリアン。対してヘボリューさんはリュウ。めぐりたすまき投げて、画面端に押し込んでいく。ダイビー打ち上げタックル。フェイス下がって、イエクス醤油。めくりはしっかりガードして、足払い足払い。さあ一気に体力を奪っていく。ケズラ許さない。打ち上げしっかり繋げて、
マッチョドラゴンさんのユリアンが先制勝利。テーブル DX エッド、ファームロから投げてスレイス打ち上げ、タックル2回目が入らず、打ち上げてタックル、タックルチョップ前目ブロッドのボロを掴んで、もはや包みだったか。さあ2本目、チュンリー対ケン。ダイビーをしていく、投げて、ハッケーからしっかりカグリーン、追い込まで入れて投げる、投げ返されてしまう、しっかりカグリーン、中足から陣内まで入れる、さあ押し返してスイングバード、 EX で暴れていた。さあマッチョドラゴンさんが先制でリーチをかけていく、投げる投げる投げる、ダッシュにコパンが刺さってしまう、しっかり確認、一気に勝負を決めていく、マッチドラゴンさん決勝戦進出です。準決勝第2試合、 1P 側ロシヒカリさん対 2P 側テチさん、お願いいたします。さあ 1P 側ロシヒカリさん Q に対して 2P 側テッチさん U、 コア絶唱、投げ返して中足から幻影陣、前方転身、中継中継、互いが入らず、前方転身、コパンから2勝、大Pが強い、スクブ入れるもちょっと確認の関係上若干遅れてしまったか。こんなもん、コア絶唱、一気に端まで押し込んで、現役エージェン発動、高いから小木2勝、しっかり回収コンボまで決めて中盤で止められてしまう、空中で絶唱が刺さって、しっかりとどめまで刺して、テッチさんのユンが先制勝利。さあ2本目、チュンリー対ヤン、大 K から大 B、 大 B がしっかりつないでいく、
EX ボールを持ち、しっかりガード、バックステップに刺さってしまう。投げ返して、スライド投げ。赤が取れず、さあ残り、投げ返す。削り切れなかった。大抑戦で押し返して、鉄さんが先制一本。大ピー遅らせ通ろう中足通ろう膝でライン強落としていく大欲が立て続けに出ない投げで生 EX 役です押し返す着地にハッケを置いていたレッツさん見事決勝戦進出ですでは最終決勝戦いきましょう 1P 側マッチョドラゴンさん対 2P 側レッツさんレッツさん連戦ですが頑張ってくださいWelcome to the world of the Battle. 先方 2P 側テッツさんはユン対してマッチョドラゴンさんは先方ユリアン Are you ready? Go! さあ目まぐるしく攻防が繰り返されていくブローからチョップ打ち上げは入らず幻影陣しっかりつないでこぼしてしまう画面端に投げ返すもう一度投げて春ガードされてしまうしっかり見逃さず中足接触まで入れてテツさんのユンが先制勝利大敬中盤タックルまでつないでデリブル打ち上げてタックルチョップしっかりグラップ取ってバーブローからチョップパーフェクトで取り返すさあゲージ状況的には捕まえてしまえばユリアンの爆発力がものを言う打ち上げてタックルEX タックル大タックルフェイスを張ってデリブル打ち上げてタックルチョップさあもう一度ドリブル押し込んでいったが取れず一気に押し切って先制勝利マッチョドラゴンさんが一本目を見事勝利二本目チュンリー対決開幕はマッチョドラゴンさんの中ピーが刺さるしっかりブロって2回目もしっかりブロウハッケーからしっかり砲力までつないでいざさあ一気に押し切ってテッツさんが一本中足しっかり確認こういうまで入れてしっかり端から脱出ダイビーダイビーで返すプロから投げ強欲が出ないゼロと中足2連続さあお互いゲージ状況はほぼ五分中足からしっかり確認テッツさんが先制で1本刺していくスライド投げ
投げ返して画面端に押し返す。投げる投げる投げる、まだ投げる、中足しっかり紙に方向まで入れて、リーパーしっかりガード、投げてゼロドット、待っていたと言わんばかり下ブロックから5番方向、見事な勝利、マッチョドラゴンさん優勝です。おめでとうございます。